なお本日の審判団は主審佐藤義一、副審
野村おさ、同じく福祉熊谷生田、大学の失敗御厨中原、ビデオアシスタントレフェリー石村雄一、アシスタントビデオアシスタントレフェリー三上翔一、以上の審判団、そしてマッチコミッショナー小野俊介で行います。以上両チームのスターティングラインナップ、そして審判団の紹介でした。本日のキックオフは19時3分、午後7時3分です。今日もバッターズ勝利のために熱いご声援よろしく。